この ALC を作ったからね、何が分かるかなんて誰にも分かんないわけね。やってみて初めて、ああこうなったというのが分かるだけで、だってね、分かんないからやって実験やってみようとするわけでしょ。初めから答え分かってればやる必要ないことなんだ。だから分からないからやるんですよね。で、その結果がどういう答えが出るかってのは誰も知らないはずなんだ。本気になってね、身を削るようなことをしなければね、まともな結果っていうのは出てこないですよね。その頃ね、私が興味持ってね、そのブルケル の電子陽電子衝突装置でね、実験をやろうという概算要求を出そうとしたらね、東大の物理教室の理論の先輩たちがみんな反対したの。なぜ反対したかというとね、電子と陽電子ぶつけるなんていうのはね、これは量子電気力学のね、もうすっかり理解できちゃってることだと。だから今さらそんなことをやったって意味ないよと、こう言ったわけ。そしたらね、その時教室主任をやってたのが西島和彦っつって、これはもう亡くなった人ですけどね、これは立派な理論、ね、あなた方ご存知かどうか知らんけどね、一流の理論屋っていうのはね、自分の理論の適用限界をいつも心得てるわけ、意識してない。二流の理論やってのは自分の理論で何でもやれると思っちゃうわけね。それでね、私がそのブトケルのところで予備実験をやるための概算要求しようと思ったら、そのお偉い理論の先生方が反対してね、そんなのは量子電気力学で全部分かってるよと言われたんだけども、私はそれでも実験をやりたいと言ったら、その主任をやってた西島さんがね、あのこれはこれだけのエネルギーでやられたことないんだから出してやりましょうと言って、まあ出してくれたんですよね。そういうことがあって、まあ私にとってはいろいろ、まあ思い出のあることなんですけどね、うん。
感じなんですけれども、もうですね、ちょっと先生の